どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらファイナルファンタジーコラボガチャ引いていこうと思います。はい、で今回の FF ガチャに関してなんですけども、まずピックアップ率から見ていきましょうか。はい、ピックアップ率こんな感じです。はい、クライブが 1% でジョシュアが 2% ですね。でキャラ数多すぎるせいで星5、ジェルが 2.3、 フリオニール、ディオン、ウォーリアブライト、ミンフィリアが 2.3% です。確率めっちゃ渋いんだよね。まあ、なんか 2.3% だから、性能まあまあ強いなと思ったんだけど、まあ、そら 2.3% 交換負荷だったらこんなもんだなっていう感じで、無理して引く必要ないっすね、これ。で、シドハイウィンドが 4.21% なんで、まあ、シドを狙いに行くだけって感じです、正直。シドハイウィンド 4.21% を狙ってもらって、星5に関してはもうスルーでいいと思います、正直。けど、星6のクライブに関してはかなり強いから引きに行きたいかなっていう感じですね。ただまあもちろんね、シドハイウィンドウを狙う中で星5が出ればすごく強いので、それはね、ラッキーだと思ってほしいんですが、まあ今回ね、FF ガチャ引いていこうと思います。で、撮影ミスで撮れてなかったんですが、ファイナルファンタジー確定ガチャはジル、クライブ確定ガチャと、あと開催記念イダ。で、FF コラボ新キャラクター、ジョシュアでした。やっていきましょう。まあちなみに、まず確定ガチャに関してなんだけど、クライブ確定は2100円の価値しかないので、買い一択です、正直。で、開催記念はもう買ってもらって、あと、新キャラ確定ガチャに関してなんだけど、あれ2400円で20個と新キャラ確定なんですけど、別に買わなくていいかもしれない。結局なんかそれでジョシュアとか出たらゴミなんで、ジョシュア交換できるからね、そう。あんまりしなくていいかもね。で、今回のガチャは、ピックアップキャラが40体ぐらいいるんですよ。39だっけ？なんかありえない数いるんで、まあ、ゆっくり引いていきたいんですけど、とりあえず欲しいキャラとしては、まあ、星4のシドハイウィンドと、まあ、あとは星5っすかね。まあ、とりあえず今回はシドハイウィンドが何年で出るかっていうのと、あと星6キャラ、星5キャラか。星5キャラコンプまでの回数を見ていこうと思います。だから今回金が当たりっていうね、すごい、あ、出ましたね、シドハイウィンド。25? 何年だろう、ちょっと見てみましょうか。はい。シドハイウィンドの出現までの、回数が、まあ基本5連で引くと思うんで、5連換算で。25連っすかね。ああ、まあでも25連出るんだったら全然ね、期間内に引けるあれではあるので。まあそれだったら全然良かったかなって感じ。ちなみに僕はだから、シドハイウィンドは25連で引くことができました。さあ、ここから行きましょう。まだ引き続き引いていきます。はい。25連は全然耐えだね。ただまあ、こっからですね、問題は。金のキャラを引きに行く必要があって、でまあしかも金のピックアップ数がめっちゃ多いにも関わらず、今30連で0体なんですよね。これ確率調整されてるよね、これ新キャラ。新キャラだけ出ないようになってる、もしかして。2.3% でしょ？出るだろ、普通にもうちょい。2.3% が5体いるんだよね。出なさすぎじゃない？あ、でも白2体目だね。白2体目。白はでも2体目以降あんまりいらないんだよな。え、これ新キャラ何体いたっけ？そうだよね。ジル、ディオン、ウォーリアブライト、フリオニール、ミンフィリアだよね。これ5体いるんだよね。5体いて 2.3% って 11.5% でしょ？ 11.5% で新キャラがね、出るにも関わらず、これ40連して1体ってことでしょ？これもう確率がおかしくない？明らかに。40連して1体で 11.5% って言われても、おかしいだろ、普通に。やってんな、マジでパズドラ運営、これ。これ、新キャラやってます。やってなかった。フリオニール被っただけだった。これ、だから、全然渋いっすね、このガチャ。なんか最初さ、美味しいかなって思ってたんだけど、別になんか、シドハイウィンド出たらもうラッキーで終わりでいいと思うし。あ、そっか、ジェルあれだもんね。一回出てるもんね。普通に120円ガチャの方で。いいね。それは確定なんで、ノーカンとして。あと、ディオンとウォーリアブライトとミンフィリアスね、欲しいのは。まあ、ただ出ないっすね、やっぱり。もうなんか普通に、ただただ出ない。一生石が過ぎていく。はいはいはい。はい、もう止まるだけ終わりなんでね。まあ、金のピックアップキャラの数が、皆さん今回のガチャ金何体いるか知ってますか？金のキャラの数が、なんとですね、合計で18体いるんですよ、今回。18分の5っていうね。それがやばい。うわ、ジル3体目か。まあ、嬉しいけどいらんな。フリオニールは出たよね。ミンフィリアも出たよね。ジルも出たよね。あと、ディオンとウォーリアブライトの2体でしょ。はい、来た。はい、ナイス。これが、ウォーリアブライトですね。はい。ウォーリアブライト2体欲しいんだよね、実は。ただ、まあ、2.3% 2体結構無理だな、普通に。闇。はい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 。まあ、サクッとあとディオンも出てもらって。止まってもろて。はい。
白は意外とやっぱ出るね。 4.21% だから結構出やすい感じはある。まあましてやね、星6キャラに一応クライブとかいたりするんですけど、出る気はしないですね。あい、ナイス、これでかいね。オーリアブライト2体目。あー、お前じゃね、あ、ちげえわ、俺ディオンが2体目欲しいんだわ。ミスった、最悪や。ディオン2体欲しいんだよね。オーリアブライト2体じゃないわ、ディオンが2体欲しい。こっそりこういう時にクライブパッて出てくれたら楽でいいんですけどね。こっから 2.3% 2体引きに行くのはほぼ無理なんで、まあ、諦めかな。まあ別にディオン今回動画で使って、それ以来そんな頻繁にはどうせ使わないんですよね。あの、所持率が低いから。 YouTuber って所持率低いからあんまり使えないんですよ。もうディオンは所持率低そうだからな。 2.3% 勝だって結局ね。わあ、渋い。え、でも待って、普通に100連でディオン0はやばくね、いくらなんでも。まあでも 2.3% だったら下振れ全然あるか。 2.3 だったら全然あるね。うん、いや、渋。あ、そこ。今回はでも5連ガチャしか引いちゃダメなんで、絶対に。そう、今回絶対5連で引いてください。ディオンなし。まあ、待って、ボックスに石197個あるんだけど。もうボックスから取ろう。197個あった、でかっ。これがハイフィッシュってやつか。でかくね。毎日5個と、あ、そっか、毎日5個今月もらえてて、クエストダンジョンの分も残してるから、そんぐらい石あるんだ。でかっ。ちょっとこのまま引いていきます。今欲しいのは、クライブ2体目とディオンなんですけど、ディオンはなんなら本当は2体欲しいんで、まずまあ止まんなきゃ話にならないですね、正直。で、あとこの後に、おまけガチャも引きたいんで、今日ガチャ動画の時間2倍なんですよ。だからさっさ行きたい。さっさディオン引きたいんだけど、マジで出ない。じゃあ、ここからは早送りでいきます。早送りっていうか、まあ、こうなります。チョインってやつ。やばい。流れるようにもう石なくなるんだけど。渋いな、やっぱ。はい。石700でディオン0でしょ。訴えるわ、じゃあ、普通に。でもなんか、見境事とかのさ、見てたけどさ、マジで本当に確率調整されてるんじゃないかってくらい出てない人いたりしたからさ、なんか何も言えなくなっちゃうんだよね。なんか、500連ぐらいして見境事0みたいな人いたからね。やばい。はい。まあ、ちょっとだけ追うか。まあ、クライブ2体目がちょっと欲しすぎるのと、まあ、あと一応まあさすがに新キャラスルーはなんかまあ困るので、それは。お、ナイス、クライブに、え、はい、やってます、こいつ。本当にやってるぞ、こいつは。おい。え、でも嬉しい。3いた方が嬉しいから、全然。何がクライブ2体目やねん。出とるやんけ。クライブ3体目だったわ。じゃあ、あとディオンだけ。やばくね。クライブ2体出てるのにディオン0、まあ、あ、全然その方がいいわ、別に。ディオンだけ、まあどうせ確率下げられたりするんだろうな、本当に。うわ、新キャラめっちゃ出てる、いいね。新キャラめっちゃ出てる、いいねっつってるけど、別にもういらねえんだよな、ウォリオブライトもジルも。めっちゃ出てるからね。あくまでディオンだけ欲しいのは。いや、もしこれでディオン出なかったら結構やばいですね。240でディオン0は、さすがにやばいですね。2.3% だから。まあまあ出るでしょう。気にせず引いていこうと思います。はい。この裏でね、着実にね、CD コラボおまけガチャが溜まってってるんですよね。だから早打ちにディオン出てほしいんだけど。え、マジやばいな、このゲーム。本当に。はい。いや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 。2.3% やぞ、2.3%。マジ頼む。2.3 はちゃんと出そう。いや、もうこれ、確率詐欺です、マジで。絶対 2.3 もない。おかしい。おかしい。おかしいよ。はい、来た。2.3。何連？終わってんな、マジで、このゲーム。200。ちゃちゃちゃ。150、170ぐらい。170連はやばいっすね。まあ、という感じで、170ぐらいでコンプでした。まあ、一応ちょっと結果とかも含めてね、見ていこうと思います。こんな感じで19、29、39、49、59、69、79、89、89、109、119、129、139、149、159、169、179、189、199、あれ ?209、211の、あれ、なんか205連ぐらいしてるわ。200連ぐらい。多分200連で、
新キャラコンプって感じでした。200連新キャラコンプでした。渋200連新キャラコンプ渋いね。で、クラブが地引き2で、ジョシュアが2です。で、あとは星5いきましょう。星5フリオニール3、オーリアブライトが3、ディオンが1。やばすぎだろマジでこれ。で、ジルが8っていう感じでした。まあ、あとはシドハイウィンドに関してはもうすぐ出てましたね。でも6って感じです。という感じが FF コラボでした。シド6もちょっとまあなんか違和感ありますけど、まあそれはもう何も言わないでおきましょう。はい、明らか出てる体数少ないから。ここからはね、おまけガチャ引いていこうと思います。で、今回のおまけに関しては見てわかる通りですね、クリスタルディフェンダーズコラボガチャもらえるんですよね。まあ、だから爆死しても実はこの後ガチャ引けるのがちょっと嬉しいっていう。カラクリシサンドとか持ってねえしな。まあ、逆に言えばボックスは死ぬほど圧迫されるね、これ。めちゃめちゃボックス圧迫される。虹が出るまでは特にまあ当たりって感じはないかなと思うんですけど、正味今回虹だけなんで強いのは。虹狙っていこうかなって感じですね。ちょっと虹狙います。はい。おまけで少しだけ引いていきましょう。お、頭跳ねた。すごい。そしたら忍者出た。確定演出みたいな感じ。そんなことないか。毎回跳ねてるっけ、これ。毎回跳ねてたわ。忍者いいっすね。でかい。跳ねた。え？チョコ星。スキップできないとき、星6出ることとかあるの？なんか、そういう。まあ、ちなみに、ニューコールチャンネル、魔法師を持ってないんですよ。だから、まだもちろん、忍者とかも嬉しいけど、一番欲しいのは魔法師なんですよね。虹で魔法師をサクッと引きたい、正直。で、今回の CD コラボガチャに関しては魔法師が間違いなく僕は一番強いと思ってるんで、忍者とかよりもできれば魔法師を狙いたい。ただまあね、どれも 1.5% なんで、さすがにね、これはね、なかなか出ないですね。まあ当たり前だけど。1.5% はまあ67分の1なんで、まあそんなもん。なんで新キャラ2体そんな出るんだよ、嬉しいけど。こればっかりは嬉しい。お、いいね、ナイス魔法師。まあ、こんな感じでね、おまけガチャで魔法師とか忍者とかももらえたりするんで、まあ、結構美味しいは美味しいかなとは思うんで、そう。ぜひともですね、FF コラボガチャ引いてもらって、おまけガチャでね、CD ガチャも引いていただければなと思います。はい、まあということでですね、今回は FF コラボ、結構沼ガチャでしたけども、引く動画でした。まあちょっと正直、あんまり引きたくはないガチャでしたね。まあ沼だとは思うんで、まあシドハイビンドが出たら撤退するのが一番頭はいいと思います。で、まあ、それでクライブ確定枠で買って終わりっていうのが一番いいと思うんで、まあ、ぜひとも皆さんがね、シドハイウィンド沼らないことをね、祈っておきます。まあ、ということで今回はですね、FF コラボガチャを引く動画でした。ラスト、まあ、虹出たら終わるか。まあ、一応おまけで CD もらえるところは結構美味しいと思うんで、まあね、CD ガチャ引けるというところも踏まえて、5連ガチャで必ず引くようにしてください。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。